こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの大変人気のですね、癖玉と言われつつも、定番の人気のある広角レンズ、ヌミルックス 35mm の、セカンドタイプですね。メイドインカナダになります。はい、ご覧の通り、ヌミルックス 35mm F 値が 1.4 ですね、シリアルが2347618ですので、1969年のカナダ製の、カナダライツ社製のヌミルックスということになりますね。はい、では外観から見ていきます。外観はご覧の通り大変綺麗でですね、この黒いバレルの部分ですけれども、目立つような擦れ傷や当たりへこみ、こう摩耗、塗装の摩耗も見られない状態ですね。もちろん落下して歪みとかこうガタもありませんね。モリュのかすれも全く見られない感じですね。こういったローレット部分も塗装の摩耗見られないですね。はい、はい、メイドインキャナダだと刻印されております。はい、レンズも前玉後ろ玉ともに大変綺麗ですね。はい、今ちょっとホコリ飛ばしましたけど、はい、はい、前玉後ろ玉ともに大変綺麗ですね。擦れ傷や、引っかき傷、ぶつけた傷、コーティングの剥離や穴など見られないですね。もちろん中玉にも曇りカビやバルサム切れなどは見られないですね。ゴミチリの混入もですね、まあよーく見てもほぼ見られない感じですね。はい、厳密なチリとかは入るかもしれませんけども、もちろん映像に影響のあるものではないですね。はい、絞りリングも軽快に動作してますね。はい、油ののりも見られないですね。鼻の痛みもなしと、大変軽く動作してますね。はい、ピントリングも滑らかにいっぱいまで動作してまして、はい、グリス切れや泣きムラなどはありませんね。でもってこれ希少なのがこの無限のロックがこれ効いてますね。はい、しっかりとパチッと効いてますね。はい、付属品がこちらのリアキャップとフロントキャップ、はい、それとですね、純正のフィルターですね。はい、12504ナンバーの 35mm 用の専用フィルターがついてますね。あのフィルターがこうついてるタイプのフードになります。はい、これ一体になってますね、フィルターと。はい、これレンズ保護用のものになりますので、まあ、このままつけっぱなしにしてご使用いただければいいですね。この挟み込み式の装着になります。はい、はい、でご覧のように、あとはこちらの元箱ですね。メイドインキャナダの元の箱、ちょっとシールの剥がした跡とか汚れがところどころにあるんですけれども、箱もしっかりしてまして、ボロボロになったりとかしてないですね。はい、これがなかなか希少な元箱です。元箱にこのように収めてお届けいたします。あとはこちらのワイナリーカードがついてますね。はい、こちらをすべてセットでお譲りいたします。はい、ということでですね、大変いい状態の人気レンズ、広角レンズですね、ズミルックス 35mm のセカンドタイプ、黒強度ですね。元箱とフィルター付きのフード、それと前後キャップ、大変いい状態の答えになりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。